で活動中の平野棚田米振興協議会を訪問します。会は平成23年に発足、平野棚田米のブランド化と販売促進を目的とし設立された団体です。平野棚田米は標高およそ190メートルの棚田地域で谷間の湧き水を利用して生産されています。甘みがありもっちりとした食感が特徴のお米です。現化学肥料対策や精米の方法など平野棚田米の高付加価値化にも取り組んでいます。平成29年には農林水産省主催のディスカバー村の宝の優良事例として選定されました。一応平野地区はですね、農家戸数が約8戸ぐらいですね、 7.7 ヘクタールぐらいの水田面積でですね、まあ減反もありまして半分以下ぐらいで、こういう谷にですね、渓流に合わせてですね作ってるもんですから、今年はですね田植えボランティアといって田植えをしながら捕食をしたりいろいろ苗運搬をしてもらうようにしてるんです。7月に入ったら草刈りをですねしてもらうボランティア、秋になれば今度は稲刈りイベントをまたやるもんですから、このここら辺のですね水田は昔はですね献上米の年でですね作られよったというふうな、私たちは先輩からずっと聞き継いでます。優秀あるところだよね。3キロと2キロをですね一応産直コーナーで売ってます。しっかりした値段で売ってるのが立派だなっていう、はい、棚田はそうやって売ってかんとさ、もうあんだけ手かけてさやってさ、あ、美味しいね。美味しいですか、うん、あこのままで十分美味しいんだよ。冷めても美味しいって言ったの。それ大事なのよね。ようできとる。レンゲソウ、レンゲでですね、レンゲソウを肥料にするの。肥料は原価額を農薬を減らして、それでこれがディスカバー村の宝のですね、この佐賀県初ということでですね、いや素晴らしい。こちらはですね棚田米振興協議会の発足当時のですね試食販売した時の写真です。だいたい今120名ぐらいですね応募があってですね、まあ、子どもたちが喜んでですね稲刈り体験すればですね、素晴らしい。ね、佐賀県内至る所で、ね、頑張りようもね、今棚田を作ってね、それぞれ、ね、あの平野地区の皆さん方が棚田をしっかり大切にして、まあ、条件不利であったりしてもですね、その分あの精魂込めて素晴らしいお米を作って PR されていることに大変感動しました。佐賀最高西田南部。